不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田村行政書士の不動産大学超初心者向けおすすめ参考書編ということで、このチャンネルは完全独学で心の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、このチャンネルの方でいろんな参考書をたびたびご紹介をさせてきていただいているんですけれども、今年よく登場していただきましてですね、こちらのトリセツシリーズとかですね、みんなが欲しかったシリーズなんかが特に初心者の方でもですね非常に分かりやすくておすすめですということで、ご紹介をさせていただいてたんですけども、実はこんなコメントをいただきました。ちょっとご紹介します。こちらです。田中先生、お忙しいのにためになる動画を毎日アップしてくださり本当にありがとうございます。とんでもございません。ノーションとは関係のない話題なのですが、私今年の試験落ちまして来年こそ合格したいと思っているものです。試験終わってすぐ取説のテキスト&問題集を購入し、3点しか取れなかった権利関係をゆっくりと進ませて現在ほぼ半分まで来ました。民法の基礎をざっくりと知りたいと思い図書館で本を借りたのですが、手元に置くために購入しようという思いに変わってきました。そこで田原先生に初心者向けのできれば図解のあるおすすめの民法の入門書をご案内いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします、ということでですね、コメントありがとうございます。はい、これ同じようなですねコメント結構ありまして、来年の試験までだいぶまだ時間があるので民法を時間をかけて少し強化していきたいっていう、ご希望の方は結構いらっしゃいます。私ですね、民法はそんなに深入りしない方がいいというふうに言ってはいるんですけれども、やるんであれば逆に今の時期なんですね。で、この方が言われるように、もう民法の入門書とかは解説書みたいなのはありませんかっていうことなんですけれども、これに関して私なりのちょっとアドバイスをさせていただきたいと思います。まずですね、これ宅建試験に合格するっていうところからいくと、私個人の見解としては民法の入門書はいらないと思います。もちろんですね、買ってもらってもいいんですが、これ行政書士以上行くっていう方に関しては民法の入門書とかですね、もっと言えば民法自体をですね、六法全書みたいなものを買ってもらうっていう必要が出てくるんですが、正直宅建試験に合格するっていうところにコミットするんであれば逆に買わない方が私はいいと思います。それよりもですね、おすすめしたいものが他にあります。これはですね、宅建試験で出てくる民法の知識っていうのは結構限定的で偏っているんですね。なのである程度ピンポイントで押さえていけばいいんです。私みたいに大学行ってない人間とかですね、大学に行っていても法律関係のですね勉強一切してこなかったという人に関しては、そういうですね民法の入門書を見るよりもおすすめしたいものがあります。それがですね、これ実際に動画を作るときにも結構参考にしてるやつなんですけれども、例えばですね、これちょっと古いやつなんですが、漫画宅建士はじめの一歩ってやつがあるんですね。これ2020年の版の昔のやつなんですけども、ちょっと画面出しておきますね。これ私もこれですね、動画を作るときによく昔参考にしたんですけども、これ漫画になっております。で、これ非常に分かりやすいです。これ民法のところだけじゃなくて全部にあるんですが、特に民法のところがやっぱり法律関係の勉強してこなかった人っていうのはなかなか文字だけでは理解が難しいんです。それは分かりやすく4コマ漫画でですねすごく表現されているので、私はこれ個人的には超初心者の方にはこれすごくおすすめです。特に今年あまり権利関係点数取れなくてちょっとショック受けたっていう方に関しては、今ぐらいの時期であれば何かもうちょっとやってみたいっていう方であればこれすごくおすすめです。あとはですね、漫画宅建塾っていうですね、これ漫画のやつで言うとですね、もう一個こういったのものがあります。これも私も実際買って読んでましたけども、これも非常に分かりやすいです。イメージとしましては、この漫画宅建塾の方が初心者向けです。これはもう超初心者向けですね。超初心者向けと言ってもいいかもしれません。で、それにもうちょっと情報量が足されたのがこの漫画宅建士の初めの一歩っていうような感じのイメージじゃないかなというふうに個人的には思います。で、ちょっと一つ注意点なんですけど、私今までの動画でですね、こういう漫画チックのですね、超初心者向けのテキストとかってあまり紹介してこなかったんですけれども、一つお伝えしておきたいのは、例えばですね、取説とかみんなが欲しかったシリーズに関してはそれだけでも十分合格はできるというふうに言えるんですけども、超初心者向けのこの漫画のやつに関してはこれだけでは申し訳ないんですけども合格は難しいです。これは本当に全くのですね知識ゼロの状態の人がまずはどういう試験なのか、どういう知識が出されるのかっていうところを理解するための本当に入門書っていう感じなので、逆にある程度基本が分かっている方とか実務を知ってらっしゃる方はあえてこれに手を出さなくてもいいかなと思います。もう民法がちょっとちんぷんかんぷんの方とかですね、もう丸暗記になっちゃってる方とかがちゃんと理解したいっていうので買うのにはですねすごくいいんじゃないかなというふうに思います。特に今の時期ですね、買うんだったら今の時期です。直前期にこれ買ってもしょうがないので、もし買うんであれば今かなというところでちょっと今回ご紹介をさせていただきました。これ私もダイヤモンド社から本出しているので、いろいろ参考書に関してもいろんな話を聞くんですけれども、やっぱりこれ宅建に限らずいわゆる参考書のですね入門書っていうのはあんまり売れにくいんですよ。普通の参考書に比べてどうしても入門書って買う人は限定
定されてくるので、なので試験の直前期とかに関してはあんまり向いてない参考書なんですけども、もう試験までですね、もうかなりの期間が今ありますので、10ヶ月以上ありますから、そういう時期だからこそですね、ちゃんと民法を基礎からやり直したいとかですね、もうちょっと宅建のですね、知識を基礎からもう一回軽い気持ちで何ですかね、やっていきたいという方に関しては、本当は漫画ですから、そう気軽に読めますし、ほうなるほどっていう感じに理解しやすいと思います。まあ、実際私も動画を作るときに、特に検事関係の動画を作るときにはよく漫画を参考にさせていただいているので、まあ非常に読むと分かりやすいっていうところもあると思いますので、まあもしですね、今年点数があまり良くなかったという方は参考にしていただければと思います。ということで、また明日。